小松純也、戦国島流し、地獄編、日本シリーズ編。小松純也の旅には、二つの形があります。一つ目、一般的な島流しのルール、2個のサイコロで決めた場所から、交通費の10倍のポイントを稼ぎ、高田の馬場か、川越まで帰ってくる。二つ目、ストリートレース、高田の馬場を呼び、川越から目的地まで一定の期間で稼いだポイント 10% 分だけ交通費を使える。今回の旅はストリートレース方式で行われます。赤いところはその2つの旅で今まで小松純也が歌った場所です。第8話、小松純也八戸で新戦法が炸裂し、メキシコ産和製クリスハートと出会う。揺れた。はい。そしたら僕はこれから街中に弾き語りしながら旅をします。パラパラしてきたな。よいしょ、よいしょ。いい歌。一人で歌ってはいますが、八戸では一人ぽっちにはなれません。八戸14日目、22,226 ポイント。はい、小松純也です。で、珍しくゼロの状態で今2時。で、もう本当に人も歩いてないし、なんならキャッチの兄ちゃん全部引いたし、なんならチャイエスのお姉さんたちももう一人しかいない状態なんで、これはもう、乗り越えるためには、八戸、流しの旅に出るということ で今日はなんか昔こう名古屋で、リモコンで頭どつかれたやつがですね、なんか助けに来てくれたんで、一緒にあいつが今日一日なんかマネージャーみたいな感じで、今日はちょっと頑張って4時間ぐらいで、とりあえず 1万じゃダメだな、あいつの給料が少ないから3万は稼ぎたいと思います。お、言ったよ俺、イエーイ。ということで頑張ります。どうして気に入らなくのまだ僕も泣いていないのに、残念残念。動いてるカメラ。はい。また。残念、面白い。どうします？連鎖街行くか。連鎖街でも人いないでしょ。でも向こう側はおっちゃんいっぱいそうな気はしなくもないよね。そうなんですよ。スナックビル。だからムーンパレス行くかあっち行くかだよね。はい、よし。早く目覚ましがなっても、そういつも彼女と暮らしてきた。喧嘩
どうこんばんは、一曲聴いていかないですか。東京のミュージシャン小松純也さんです。よろしければ、はい、いいですか。ちょっとでもいいの。ありがとうございます。ちょっとでもいいよ。気持ちが嬉しいです。ありがとうございます。おやすみなさい。ありがとうございます。これがもしよかったら一曲リクエストとも、なんかよかったらリクエストがあって、まあ、いいなと思ったらちょっとなんかお気持ちを聞いていただけたらなと。聞いてもらえませんか。まああまりできないんですけど、そうだな、ワンオクとか嫌い。大好き。じゃあ、僕ウェアバイウェアしか知らないんですけど、またね。どうです。どうも。よし。とりあえず次、次。どういるかな。小松純也はこの苦境を脱することができるのだろうか。後編に続く。乞うご期待。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。くれぐれも泥酔した女性とは同じ部屋に泊まらないようにね。いたしません。